おはこんばんちはー。はずさと、たかの、ちょむちょむチャンネルへ、ようこそ。今回は、ダースベイダーの、7回切りでの、ハイスコア挑戦動画です。いつも、ジェダイルークばかり、使用しているので、スキルが、似ている、ダースベイダーでちょっと、スコアた、あたたたたたー、を、やってみたくなり久しぶりにやってみました。すいません。あたたたたたーは、余計でしたね。さあ、おふざけさこれくらいにして、真面目に、説明します。今回ももちろん茶色プレイで、いきます。そして、なんと、1200万点のオーバー達成。ではプレイ動画をどうぞ。使用環境などは、画面を、参照してください。では、ダースベイダー、スキル5、7回切り、フルアイテムプレイで、レッツ、つむつむはい、タカです。まあプレイこんな感じでしていきましたけど、いかがだったでしょうか。ジェダイルークと違ってね、ダースベイダーはキル回数がね、ちょっと多めにできるんですよ。で、まあ普通上ではまあ6回切りがメインですが、実はこんだけゆっくりやってもね、
7回切れるんですよ。まあちょっとタイミングは必要ですけど、練習してみると案外ジェダイルークよりダース・ベイダーの方がやりやすいと思われます。まあハイスコアやコイン稼ぎは圧倒的ジェダイルークの方が上なんですけど、ダース・ベイダーも案外高得点が狙えるツムであることは間違いないと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ディズニーツムツムプレイ動画集は現在リクエスト動画募集中です。このツムでプレイしてほしい、この企画やってほしいなど何かありましたら、 Twitter、YouTube チャンネル運営していますので、よろしければ Twitter でコメント、YouTube 動画内のコメント欄に記載してください。Twitter、YouTube チャンネルのリンクは、ディズニーツムツムプレイ動画集チャンネルの説明欄にリンクを貼っていますので、Twitter へはそちらからどうぞ。プレイヤー、タカはまだまだ下手なので、度合いによりますが、プレイヤー、タカと、私、トークロイド、ハズサが厳選し選ばせていただきますので、応募お待ちしています。最後まで動画をご視聴してくださり、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、よろしく、お願いいたします。